はい、ということで皆さんおはようございます。パクセルでございますけれども、本日やってきておりますのは JR 九州長崎駅。本日の日付は2022年9月の23日ということで、もう待ちに待った西九州新幹線の武雄温泉長崎間の開業日でございます。本日2022年9月の23日に武雄温泉から長崎までの間、この 66.0km の間の JR 九州のね、2つ目の新幹線路線となります西九州新幹線が開業。これにより、まあ、多分昨日の動画とかでねお知らせしてると思いますけれども、それまで運転されていた博多長崎間の特急列車かもめ号については廃止をされました。で、本日はですね、この長崎を6時17分に出発いたします。始発の武雄温泉で博多駅特急に連絡しますかもめ2号、これが長崎駅を最初に出発する西九州新幹線の列車ということで、まずはこれに乗って武雄温泉、さらにそこから先はね、まだ新幹線ができていないので在来線特急に乗り継いで博多方面へとアクセスする形に現在はなっているんですが、武雄温泉からさらに特急リレーかもめ号というのがこの西九州新幹線開業に合わせて新しく走り始めましたので、それに乗ってとりあえずこの動画は博多までその西九州新幹線関連のね、まあ、各駅の様子ですとか、それから駅構内の様子、あとはまあ車両自体のご紹介などもしていけたらいいなと思っております。まあ、久々にこういう感じのなんか速報系の動画出してんじゃないかなと思いますけれども、本日もよろしくお願いいたします。ではまずは長崎駅構内の現在の様子というか、まあ、発車表とかね、いろいろ案内表示などについて皆さんにご紹介していきたいと思います。西九州新幹線かもめ号で使われているのは N700S6 両編成、指定席3両、自由席3両の6両です。指定席は2列プラス2列の4列掛け、そして自由席は2列プラス3列の5列掛けです。で、僕はあの今回かもめ2号の指定を取ることができなかったので、自由席に徹夜して並んでですね、でなんとか座ることができそうです。2016年以来の新しい新幹線の開業、そして長崎は待ちに待った新幹線の開業ということで、駅構内にも多数のメディアが集まっております。相当多いですよ、ここまでねメディアが集まっている様子を僕は見たことがない。これまでカウントダウンを続けてきたこの西九州新幹線長崎武雄温泉令和4年9月23日開業、この立て看板ももう本日でお約御免です。カウントダウンの数値はゼロになっています。いやー、これがねゼロになってるっていうのは僕はね初めて見ました。もうすでにこんな感じで表示は出ておりまして、かもめ2号博多行き、今回はこれに乗ります。武雄温泉で博多行き緑2号に接続します。下のかもめ4号も停車駅が出ております。基本的に停車駅は諫早、新大村、嬉野温泉、武雄温泉、港北、佐賀、新鳥栖、鳥栖で統一されてるんじゃないかな。まあ、一部港北通貨とか新大村通貨とかありますけど、でも大体はこの停車駅になっています。武雄温泉から先は在来線特急に乗り換えとなりますが、しかしもう今まだ武雄温泉から先の新幹線が出てできていないにもかかわらず、博多とかそれからなんか佐賀とかそういった駅名が新幹線の停車駅の案内で出ているっていうのは、これはなかなか興味深いですね。また最近九州新幹線の方はね、博多から鹿児島中央までの全線で JR 東海のスマート EX、 それからエクスプレス予約に対応して IC カードでチケットレスで新幹線に乗れるようになりましたが、この西九州新幹線に関してはスマート EX は非対応ということで IC カードはご利用できませんという風な案内が出ています。新幹線で多分今 IC カードで乗れないのは西九州だけなんじゃないかな。あそこでもしっかり西九州新幹線乗り場ってあるんですよね。あっちにはちょっとここからではしっかり確認することはできませんが、新幹線の運賃表などもあります。新幹線の開業ということでしっかり記念式典なども開催されます。ちょっとなんか参議院議員とか、それから多分県議会の議員さんとかも出るのかな。あとは JR 九州の古宮社長なども出席されるそうです。試食場中浜店さんは西九州新幹線開業記念式典出発式において長崎駅一日駅長に任命いたします。2020年9月23日九州旅客鉄道株式会社長崎駅長林真はじめ、よろしくお願いします。西九州新幹線長崎駅開業です。どうぞ。それではいよいよ改札に入ります。特急券の方、関徳在徳と書いてありますが、これは武雄温泉駅で西九州新幹線と特急列車を乗り継ぐとそれぞれの料金を少し割引くという制度がありまして、それを使っていますよということを示すための、まあ、そういう関徳在徳という文字がこのように印字されているわけです。さあ改札も通りまして、乗ります列車は14番乗り場からかもめ2号の博多行き、武雄温泉で博多行き緑号に連絡をします。
さあ僕もね、実は実車を見るのは初めて。13番14番乗り場に上がるエスカレーターを少しずつ登っていくと、はい、いました、こちらですね。これが本日2022年9月23日にデビューしました西九州新幹線 N700SK。 東海道山陽新幹線ですでに2020年から N700S は活躍をしておりますが、まあ、それの弟部に当たるのがこの西九州新幹線用の N700S です。パントグラフカバーやそれから車体の至る所にこのようにカモメのロゴがあって、もう本当に九州らしさ全開。九州新幹線の方では博多鹿児島中央間でのみ運用される800系新幹線というのが別にいるんですけれども、まあ、それにかなりよく似た雰囲気になってますね。このようにあの車体の側面中央部にもでっかくカモメというロゴが踊っております。それからこっちにもこんな感じでカモメとそれから星のマーク、こんな感じでも本当にね、いろんなところにこの特急列車時代から培われてきたこのカモメのロゴマークが配されていて、個人的にはすごく良かったですね。この特急列車の長きにわたる伝統、それを受け継ぐかのような、そのような列車であるというふうに個人的には感じました。さあいよいよ車内へと入っていくわけですけれども、車内はだいたいこんな感じ、そこまで新鮮味はありません。車内は2列プラス3列のシートとなっておりまして、黄色のこういう感じのモケットになっています。これは何をイメージしているのか分かりませんが、秋田新幹線にちょっと似てますかね。側面にもでっかく、これあの JR 九州の青柳会長が書いたカモメっていう記号がそのままロゴマークになってるんですけれども、こんな感じでカモメといろんなところに書いてあります。いよいよこのカモメが新幹線の列車名になる時が来たかと個人的には感激ですね。顔はこんな感じ、今微糖をつけていますが、なんかパンダみたいだとか、なんか 上履きっぽいとかなんとか言われていることもありましたけれども、確かになんかこの下の部分が赤くなってますからね、上履きっぽいと言われれば上履きっぽいかもしれません。こんな感じ、先ほどのその青柳会長のこのハンコみたいなものを端っこにちょこんと貼ってあります。それから指定席と自由席で、この新幹線 N700S は内装が違いまして、指定席はこのような感じ、自由席は2列プラス3列の東海道山陽新幹線と同じ規格の座席でしたが、しかしこちら指定席の価格に関しては2列プラス2列の800系新幹線などと同じようなこのような座席になっています。結構ゆったりしてるんですよね。個人的にはこの2列プラス2列の座席もまあ悪くないんじゃないかと思うんですが、ただやっぱりテーブルがいかんせん小さいので、そこちょっと個人的には何とかしてほしいなと思う所存でございます。あの山陽九州直通の8両編成の N700系、まあ、あれの指定席の座席、あれをねこの N700S にも搭載してほしかったなというのが個人的な感想です。このように車椅子スペースは4席配置。さあ時刻は6時17分になりまして、いよいよ西九州新幹線上り博多方面1番列車かもめ2号は長崎駅を出発していきます。ホーム上でも多くのお客さんがこのかもめ2号の華々しい長崎駅からの門出を祝っております。すごいな本当にこれ、これね、なんかいろんなテレビ番組、あの朝のニュース ZIP とかね、そういうので中継されていたらしいんですけれども、なんか相当この長崎周辺も盛り上がっていたみたいで、の空からずっとね、あのヘリコプターでこの新幹線を追いかけたりなどということもしていたんだそうです。この長崎駅は新幹線と在来線でちょっとホームの高さが違いまして、新幹線からだとちょっとねその在来線の方を見るということが難しいような状態になっております。ちょっと防音壁も高いですからね。なんで、まあ、多分かなり高いところ、まあ、デッキから見ればねある程度沿線の風景なども楽しめるんじゃないかなと思います。西九州新幹線に限らず最近の新幹線、まあ、北海道新幹線とか、まあ、それからあの東北新幹線の盛岡以北とかね、ああいったところは基本的にみんな防音壁高いんで、そこまで客室からだと景色を楽しむことができないんですよね。でしかも西九州新幹線に関してはもう長崎駅がそもそも坂に囲まれた土地になっておりますので、もう長崎駅を出発して1分ほどですぐにこのような長大トンネルに突入をしてしまいます。だから本当西九州新幹線からはあんまり景色は楽しめないと思った方がいいですね。こんな感じで座席は結構やっぱ新車だからということもあるんでしょうけれども固めでした。リクライニングは普通の N700S と同じように肘掛けのつまみを引いて、そして止まるまで倒すわけですけど、これがもうねめちゃくちゃ硬かった。こんなに硬いのって思いましたね。あのね並大抵の力じゃね、あの倒れませんよ。かなりグーって力込めないとね倒れなかった。まあこれは多分後々、まあ、1年もすればこの座席もね弱くなってきて、それなりに軽い力でも倒れるようになるんでしょうけれど、やっぱり初便だからということでしょうか、かなりリクライニングを倒すのには力が必要となりました。それからもちろんちゃんとこの部分には全席コンセントも配置。自由席と指定席でこのコンセントが配置されている場所は異なりますが、まあ、とりあえず N700S では東海道山陽仕様でも西九州仕様でもどちらにせよ全席にコンセントが配備されています。
背面テーブルはこんな感じ。まあこれ基本的にね、自由席の座席は東海道山陽系統のあの16両編成のやつと一緒なんで、まあ別にね、ここで改めて紹介する必要ってのはそんなないんですよね。別にね、なんか床の模様がちょっと違いますよとか、座席のモケットが違いますよとか、あと枕カバー、あの白い布がかかってませんよとか、それぐらいの違いしかありません。そう、実はこの西九州新幹線は自由席、指定席ともにあの白い布、リネンがないんですよね。びっくりしたんですけど、あの東北新幹線とか、それから北陸新幹線、あとはまあ東海道新幹線は基本的にみんな座席のところに白い布がね、普通車でもグリーン車でもみんなかかっているのが特徴なんですが、西九州新幹線はあまりにもね、これが運行距離が短すぎる。まあ武雄温泉から長崎まで66キロしかないですし、一番早い列車だと20分ちょっとでね、走り抜けてしまうような距離ですから、まあそんなもんいらないよねっていう、そういう判断になったんでしょうね。列車は最初の途中停車駅諫早に着きました。この諫早駅は西九州新幹線武雄温泉長崎間で唯一の地上駅ということになっています。そしてまたここでは新大村からやってきた下り、こちらこれがカモメ101号だったかな、これとすれ違いました。カモメ101号の方はガラガラですね、全然人乗ってないわ。こっちのカモメ2号の方はね、もう入場規制が敷かれるぐらいにめちゃくちゃお客さんいたんですけどね、ホームの端っこでは多くの人がこの新幹線の並びを撮影しようと頑張っていました。この諫早からは島原半島をぐるっと回る島原鉄道というのが伸びておりまして、まあ、多分これも昨日の動画で軽く喋ったんじゃないかな、島原外交とかね、そっちの方に伸びています。また車内の広告、これ九州新幹線はね、よくあのいろいろ水戸岡英二先生のイラストを飾っていることが多いんですが、この西九州新幹線でもこのように、おそらくこれもそのドーンデザイン研究所の水戸岡英二先生が描いた、これ結構うまいなと思ったんですけど、まあ、こんな感じのイラストが描かれていました。結構いいですね。それからここが確か3号車だったかなと思うんですけれども、ここがまあいわゆるサニタリースペースというんでしょうか、こういう多目的室、あとはそれからこちらには車椅子対応の大型トイレなどもあります。こんな感じで、あの多目的室がね、あそこにあるっていうのはちょっとびっくりしましたね。中は大きな円形になっていて、まあ、円柱形って言った方がいいのかな、円柱形に近い形をしていて、中で車椅子が回転してもそこまで問題にならないような、そのような大きさになっています。おむつ交換ベッドとか、それからまあ赤ちゃんを置いておくための、まあ、こういう台座とかね、あとそれから、まあ、手すりもいろいろなところにありますし、かなり設備は充実しているように感じました。それから面白いなと思ったんですけど、これね、これ鍵をかけるとそれと連動してこの照明がついたり消えたり、今鍵外したんですけど、こんな感じでこの照明とそれから鍵が連動するように動くっていうのが個人的にはすごく興味深かったですね。こんな感じの、まあこういう感じの多目的トイレっていうのは普通に他の新幹線車両でも見られるもんですが、鍵と照明が連動しているっていうのは個人的になかなか見ないので面白いなと思った次第です。普通の洋式便座なんかももちろんあります。列車はまもなく新大村に着きます。なんかこの辺りのね、液晶ディスプレイも九州らしさがあるのかなと思ったら、特にこの辺りに関してはそこまでなんか特別感はなかったみたい。普通の16両編成の N700S と特段何も変わりません。列車は長崎を出発してから15分で間もなく新大村の駅に到着しようとしています。昔この新幹線ができる前はね、大村から諫早を通って、そして長崎までめちゃくちゃ時間かかってたんですよ、在来線でね。あの快速シーサイドライナーっていうのが昔あったんですけど、まあ今もあるんですけど、あのシーサイドライナーでも相当な時間かかっていたんですが、しかしこれが新幹線ができると、なんとたったの15分ですよ、15分、もうすぐにピュッて行けちゃうわけですから、これは相当便利になるんじゃないかなと思います。これでなんかね、あのスマート EX だけじゃなくても、なんかあのタッチで新幹線みたいな、この IC カードの残額で新幹線に乗れるサービスがあったら、そうしたらね、相当便利になるんじゃないかなと思うんですけれども、まあでもこのサービスっていうのは西九州新幹線では導入されていません。それからこれですね、上から下ろしてくるタイプのブラインド、このブラインドも九州ならではの様々な文様があしらわれていて、まあこれ何の模様なのか一つ一つはちょっと分かんないんですけど、こんな感じで様々な模様が格子状に描かれていました。そしてこれですね、ちょっとびっくりしたんですけど、この電車は武雄温泉駅で博多行き特急と接続していますというような表示が出ました。これびっくりしたんですけどね、なかなかねこういうのって見ないですよ。これも現在西九州新幹線と特急列車を途中武雄温泉で乗り継ぐリレー方式が採用されているからこそ見ることができる景色です。これがねまたさらに武雄温泉から東博多まで伸びてしまえば、あの表示も見られなくなってしまいます。さあ列車は大村を出発しまして、新大村ですね、新大村を出発しまして、次の停車駅が嬉野です、嬉野温泉。
九州を代表する温泉地ですが、これまでのアクセス方法というのは基本的に自家用車やバス、タクシーなどでした。一応バスターミナルとかもあるらしいんですが、しかしやっぱりどうしても他のエリアからのアクセスは難しいということで、なかなか大変だったそうですけれども、しかしこの嬉野にもいよいよ鉄道がやってくるということで、多分ね、沿線で一番盛り上がってるのが嬉野なんじゃないかなと思います。上空にはどっかのテレビ局のこういうヘリコプターが飛んでいて、このカモメ2号の動向を追いかけています。事故らないことを祈ります。さあ、そしてここで線路が一本左側にこういう風に逸れていきましたけれども、これは西九州新幹線大村資料基地への回送線です。さっき諫早でね、あのカモメ101号長崎行きとすれ違いましたけれども、あのカモメ101号は大村資料基地から長崎駅への送り込み、それから大村、それから諫早から長崎への通勤通学需要、そういったものを加味して運転されている列車となっております。今なんか建物に人がずらーっと並んでたような気がするんですけど、気のせいですかね。ちょっと確認することはできませんでしたけれども、その大村資料基地を見ながら列車は長崎県から佐賀県に入りまして、嬉野温泉の駅に到着です。ちなみに現在この西九州新幹線は全列車が6両編成で運転されていますが、将来的な博多、それからさらに山陽新幹線に直通することを加味して、全ての駅が8両編成の列車を停車させることができるような、まあそういう準備工事がされています。ただ使われているのは6両分だけ。この嬉野はかつて今から90年ほど前に鉄道が通っていた町ではあるんですが、しかしもうそんなものはなかったんですね。なので、佐賀県にある市の中で唯一この嬉野だけは鉄道が通っていなかったんですが、しかしこの西九州新幹線の開業によってこの嬉野市に90年ぶりに鉄道がやってきたということで、多分ねこの西九州新幹線沿線で一番盛り上がったのがこの嬉野なんじゃないかな。嬉野はね、この新幹線ができる前は本当にアクセスが悪くて、自家用車かそれか高速バスぐらいしかこの町にやってくる手段というのはありませんでした。九州を代表する温泉地でありながらアクセスがもうすこぶる悪かったんですね。しかしこれが新幹線の開業によりかなり便利に福岡、それから関西方面と結ばれるようになりますので、嬉野の人にとっては本当にもうこの西九州新幹線の開通は悲願だったんじゃないでしょうか。そして嬉野温泉の次の駅がもう終点の武雄温泉です。もう終点かよと。まあたった66キロしかないですからね、もうこんな感じですぐ終点についてしまうのも当たり前なんですが、これびっくりしました。武雄温泉での乗り換え博多行き特急、いやーびっくりしました。あの実際にはね、乗り換えられる路線は佐世保線だけなんですけれども、しかし現在西九州新幹線が何度も言うようにリレー方式を取っていることもあり、博多方面への特急列車の案内というのも乗り換え案内でやるみたいですね。びっくりしました。そして今奥から合流してきました、この一段低い高架橋、こちらが佐世保方面からの JR 佐世保線です。現在はこちらを特急緑号やそれから特急リレーかもめ号などが運行しています。特急緑とかリレーかもめに関しては結構複雑な運行形態になっていまして、車両も結構ね、いろいろなものがあってぐちゃぐちゃになっていて、もう何も考えない方がいいんじゃないかなっていうぐらいには複雑化しているので、まあここでは詳しくは触れませんが、まあ、いつかね、この西九州新幹線と連絡して運行されているこの特急緑、それから特急リレーかもめ、あとは特急緑リレーかもめ、これら3つの列車に関しても詳細に皆さんにご紹介する動画を作れたらいいなと思っております。列車は終着の武雄温泉に到着。おお、すごいすごいすごい、なんか式典みたいなのもやってますね。ちなみにこの武雄温泉から出発する折り返しの列車こそが、これが武雄温泉7時3分発のかもめ1号長崎行きということになります。新幹線にしてはこれ一番列車がかなり遅く設定されていますが、これは博多からの連絡を加味してのものです。要するに博多からのお客さんを無視すれば武雄温泉からも6時台に新幹線を出すことができるんですけれども、まあ、しかしそうしてしまうと博多からのお客さんが不便を被るので、だから武雄温泉からの下り新幹線に関しては7時台の出発ということにしているわけですね。座席はこんな感じで、もう基本的にはね、座席のモケットの色以外はもう完全に東海道の N700S と変わらないので、そこまで新鮮味は感じませんでしたね。あの指定席の2列プラス2列の座席に関しても、まあ、あれもすでに800系新幹線で導入されているものと全く同じですから、そこまで N700S が新しくこうやって西九州新幹線に導入されたからといって、おお、これはすごいと驚くようなことはさほどありませんでした。あ、でもこれはびっくりしましたね。これ一気にこの武雄温泉に来るときはこのカモメっていうこの後ろのバックの色は青だったんですが、これ折り返しは赤になりました。これおそらくなんですが、通過する駅数によって多分これ色が変わるんでしょうね。このカモメ号は大きく分けて3つの停車パターンが存在しています。おそらくその3つの停車パターンでお客さんが混乱しないように、同じ列車名でも色によってその停車駅の区別をしているんじゃないかなと思います。ここが新幹線の発着する11番乗り場なわけなんですが、そこからすぐ向かい側にこっちが10番乗り場になるわけですけれども、10番乗り場側には間もなく佐世保からの特急緑リレーかもめの博多行きが到着をすることになります。
で、こんな感じで新幹線とそれから在来線特急のこういう対面乗り換えというのは他に北海道新幹線の新函館北斗、それから上越新幹線の新潟でも行われています。しかしそれらというのは基本的に途中に中間改札、新幹線と在来線を隔てるための改札があって、途中そこで一回切符を、ね、改札機に通さなければならないということになっているんですが、しかしこの武雄温泉に関しては新幹線ホームと在来線ホームの間に改札口はありません。つまりこれ新幹線から在来線へ、また在来線から新幹線へ、全く自動改札を通ることなくお互いを乗り換えることができるような構造になっています。かつて2004年から2011年にかけて九州新幹線の鹿児島ルートがね、新八代鹿児島中央間で先行開業していた頃も、その時も新八代駅で博多からやってきた特急リレーツバメ号と新幹線ツバメ号を同じホーム上でね、中間改札とかなしで乗り換えるみたいなことをやっていたわけですが、それが今回この西九州新幹線の開業によって11年ぶりに復活したということになるわけです。さあ、佐世保からの特急緑リレーかもめ号が出発、なんか緑とか言いながらオレンジ色の列車がいたりとか、まあいろいろありますけれども、皆さんそれは、ね、考えない方がいいと思います。考えれば考えるほど難しくなるからね。さあ、そして今度はですね、博多からの始発の特急リレーかもめ号が到着しました。すいません、それはね、あいにく撮影することができなかったんですが、それからの接続を受けて今度こちらですね、武雄温泉からの下り始発かもめ1号、長崎行きが出発をしていきます。あちらのかもめ号に関しては隣の駅嬉野温泉は通過して新大村、諫早、終着、長崎の順に停車をしていきます。向こう側のホームも人すごいですね。でそしてこちら側に停車しておりますのが、これが昨日まで特急かもめ号で使われておりました 7%7系、引き続きこちらの佐世保線で特急リレーかもめ号として活躍しております。あと他に肥前鹿島まで行く特急笠崎号でも使われています。足元にはこのように緑リレーカムへ8両編成4号車。こんな感じで新しく乗車一目標のステッカーもホームに貼られています。左側は緑リレーカムへの6両編成2号車乗車一目標、そして右側は普通のリレーカムへです。こんな感じでもうなんかリレーカモメって一口に言ってもなんか白いリレーカモメだったり黒いリレーカモメだったりだから白いリレーカモメ緑とかなんかいろいろあるんですね。幕はまだ切り替わっていませんが、リレーカモメ長崎武雄温泉駅で新幹線カモメに接続していますということで、まあ、武雄温泉で表示するとね、お前そこどこだよってなりますんで、まあ、おそらくまあ新幹線がねちゃんと長崎から博多まで全通している、まあ、その前提でこういう風な案内をしていると思いますので、ちゃんと武雄温泉で新幹線に連絡して長崎まで行きますよ、逆に特急に連絡して博多まで行きますよ、そのような案内をしているものと思われます。さあ、僕が乗ってきたカモメ2号の続行、これはさっき諫早ですれ違ったカモメ101号の折り返しになるわけですが、カモメ4号のこちら武雄温泉止まりの列車が到着。ここで僕がこれから乗ります、あの黒い 7%7系 特急リレーカモメ4号に接続し、そして博多まで行くことができるようになっています。やっぱりなんか上履きとパンダを足して2で割ったような、なんかそんな顔に見えるんですよね、こうやって見るとね。さあ、ホーム上にカモメ4号から降りてきたお客さんが多数放たれまして、そしてそれからのお客さんを待ち合わせる形でこちら10番乗り場からの特急リレーカモメ号も間もなく出発します。なんかリレーカモメっつっても本当にいろいろあるんですよね。なんか緑色のリレーカモメ、オレンジのリレーカモメ、黒白うんぬん、いろいろあります。それからあのリレーカモメ緑みたいな、そういうあのなんか2つの列車名をね足したようなそういう列車なんかもあるんですけれども、それもねなんか白い緑とかなんかいろいろあるんですよ、オレンジ色の緑とかね、まあ、なんでそういったのも、まあ、さっき言ったかもしれませんが、一つ一つ皆さんに分かりやすく今度また別の動画でご紹介できればいいなと思っております。武雄温泉駅を7時31分に出発、ここから先列車は江北、佐賀、新鳥栖、鳥栖、終点博多の順に停車をしていきます。確か停車駅合ってますよね。11番乗り場に停車中の新幹線はまたここで折り返し発車準備をして、そして博多からの特急の接続を取ってかもめ3号になります。この列車は特急リレーかもめ4号博多駅です。止まります駅は江北、佐賀、新鳥栖、鳥栖、博多です。グリーン席はこの現在走行中の佐世保線は今回新しくダイヤ改正で特急列車が運転され始めた区間ではありません。元から長崎県第2の町佐世保へ向かう特急緑号、それからその近くにあります観光地ハウステンボスへ向かう特急ハウステンボス号というのがそれぞれ1時間に1本ずつ運転されていたんですが、それにプラスアルファ今回新しくこの新幹線連絡特急特急リレーかもめ号というのが新しく運転開始をしたという形になりますので、これでもう九州を代表するこの特急街道になり上がったというわけですね。列車はもうなく江北駅に到着をします。
昨日2022年の9月の22日まではこの駅は肥前山口と名乗っていましたが、本日の新幹線開業を機に新しく江北という名前に切り替わりました。なんか個人的には肥前山口のままでいてほしかったですけどね。そして江北からさらに長崎本線を走って鳥栖、そこから鹿児島本線を北上して列車はまもなく博多に到着をします。まあ正直言ってね、この在来線区間に関しては、まあ、今でも特急リレーカモメとか、それから緑にも普通に乗れますし、それからダイヤ改正前普通の特急カモメ号でも乗ることができていた区間ですから、まあ特急リレーカモメの区間に関してはそこまでしっかりご紹介する必要はないかなと思って、今回は新幹線の方をメインでご紹介させていただきました。終着の博多に到着、まあこの 7% 系が博多駅にやってくる光景自体は今後も見ることができます。さあということで、列車は終着の博多の駅に到着です。すぐ隣には九州新幹線の桜号も停車をしているわけですけれども、本日はね、2022年9月23日に開業しました西九州新幹線かもめ号と、それに合わせて運行を開始しました新幹線連絡特急リレーかもめ号についてご紹介をしてまいりました。今後ね、この西九州新幹線がいつ博多にやってくるのかというのは分かりませんけれども、まあ、しかしそれまでの間、このように武雄温泉駅での対面連絡を含めた様々なね面白い光景を見ることができますので、皆さんもねぜひこの西九州新幹線、それから特急リレーかもめ号を乗ってみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。